はい、どうもファンネルです。ゼルダの伝説ティアーズオブザキングダム続きをやっていきたいと思います。では、雷の神殿ですね。ちょっと前回の動画終わってからまた武器消耗した武器とかちょっと岩奥田にね吸わせて直してきたりもしましたんで、あと防具ですね。防具秘密クラブだったかな、ゲルドの町、ゲルドの町って言ってんだっけ、名前忘れちゃったな。待ってね、フィールドマップでいいのか、ゲルドの町の秘密クラブっていうのがあって、そこに行ったら服が買えたのでそこでこれ買ってきました。サンドブーツとスノーブーツも売ってたのかな。まあまあ揃えてあります。結構お金だからなくなっちゃったの、もう残り20ルピーしかないんだけど、まあやっていきたいと思います。でちょっと待って、一回これポーチから出して、コログのうちはなんか今回使いそうだからこれ入手しておきます。多分砂をどかさないといけないんだけど、こことかもちょうどあったね。これでも前回やったっけ、ここ。すぐ壊れちゃいそうだな。開きます。はい、飛竜の頭、あ、なんか使うんかな。ちなみにコログの羽って素材でなかったっけ。ちょっと待ってね、なんか持ってたような気もしないでもないんだが、ちょっと調査させてください。あった、22個ある。あ、大丈夫だね。そしたらそのまま行きますか。松明もある。松明はまあいいんだけど、なくてもね。前回この下行ったあたりだったかな、確か。そこまではやったず。今回マスターソードに、なんだっけ、シビレリザルフォスの角みたいなのつけてますんで、これで攻撃すると多分、ギブドとかにダメージ入るんじゃないかなーって。まあ輝きの実やればもう一発なんだけど。さあ奥に進んでいきます。下なんかあんのは何なの、これ。これ降りてみていい。あら、あれ、前回ここでなんか倒したっけ。私ギブドの骨が散らばって、キースの羽もありましたね。よいしょ。さあ上登って、なんか下落ちてんのかな。んじゃいいか、いちいち取る必要もねえ。で、赤き月の時が来たから敵が復活してる可能性がありますね。効くかなこれ。ちょっと切ってみていい。お、すげえ、なんか不意打ちになったなんで不意打ちになったんだ。ここ上に上げて何もなかったよね。ゲルドのあの剣があるのか。さあ、OK でございます。まず、何をやったらいいのかもまだ分かってないんで。ていうか、そうか。コログのうちはあったけど、これ持ってけば。あ、岩でもいいんだが。岩でもいいんだが。あ、なんか下これ。お、危ねえ。そっか。前回もなんか引っかかりそうになった気がするわ。復活すんだね、あれ。やべえ、ギブド。しまってね、えいっ、よいしょ。2回切んないとダメか。これは消耗が激しそうだ。よし、ちょっと待ってね、これで、ちょっと待ってね、縦にしないとダメですね。くっつけるってないもんね。とりあえず置ければ、もう一個持ってきてあげっか、ルージュのために。なんかね、危ないからね。下落ちるのも正規ルートなのかもしれませんね。よし、ちょっと待ってよ、これは通らないかも。ああ、これ、ちょっと待って、これ正方形だな。正方形でもいいか、いけるかな。ちょっと待ってよ、これ通らないかも、こうしないと。とりあえず火の威力で倒れるってことはないんだね、これ。火の威力で倒れることはねえから、この向きでやった方が安定は安定だよね。よし、 OK。 しかし暗えな。あ、これで火止まるのか。待ってね、重さで、お、炎が、あ、大丈夫だ。これで先に進めるぞ。そうだね、先に進めるぞは言ってくれました。これ暗いな、しかし本当に。
明かり花やってもそんなに明るくならないんだよね、これ。ちょっと投げてみるけど。なんだなんか落ちてきたぞ。なんてトラップだ。これ戻れっこ使えばいいのかな。あ、戻れっこ使って。どっか行っちゃった。おっとっとと。めっちゃ落ちてくんね。これ踏めばまた。OK だね。弾が止まった。よし、すぐに追いつくぞ、リンク。あ、待ってたの？まあ、その方がいいわな。ギブドいますね。これ、大丈夫かな？トラップ。待ってね、トラップねえよ。一応、ウルトラハンド使うと動くのがわかるんで。よいしょ。終わりました。さあ終わりましたが、これ松明使って何かやった方がいいのかな。ここ何、めっちゃビビった岩でっけえ岩今ゴーレムつけてるんですげえビビったな。これ届かないか、ここでは。下に降りた方がいいんだろう。これギブドのあれじゃね、これね。ルージュの技で壊せねえかな。ルージュ？ちょっといい？ちょっと待ってね。これで。今壊れねえんだろうな。まだその時ではないと。いう感じでしょうか。この墓を暴いたら何か出るかな。矢がある。これ取んないとダメかな。取んないと発動しないパターンだったらめんどくせえな。森人の弓、これなんだっけ、一心、一心は欲しいんだな。大きな弓はまあ一回出して、あ、やっぱり取ったら出たわ。これ光ってるよね。ルージュ貯めてもらって、あれ壊れねえな。あ、出た時じゃダメか。ということは一回倒して今だ。ルージュもう一回よっ。 OK で、すげえめんどくせえな。待ってね、輝きの実投げて、みんな倒せるぞ。倒してくれ。よいしょ。マスターソードが壊れちまうよ。で、じゃあ弓は戻しときますか。いらないんで、ゲルドの弓。遠くのものを狙い撃つことができるよう工夫が施されてるってなってますね。まあ、一心の弓あれば、別に大丈夫なので。これを全部壊さないといけないとか、そういうギミックじゃないよね。ちなみに上って全然、全然でもないか。でも何もねえわな。さあ進みます。なんかゴロゴロ転がってきそうな坂ですけど、光があるぞ。光明の間、光明のかな、光明の間なのかもしれない。こいつ強えな、めんどくせえ。じゃあ剣をライネルにして、シド、シドどこ行った、いた。シドに、よいしょ。しかしこいつ強えな。よし、なんで剣にツボつけてんのこれ。ツボコンボで、これはごめんなさいね、ちょっと手間ですが、よいしょ。扇風機の方がいいんだけど、効率は。これまた出てくるよ、ゴーレム。よっ、もう弓壊れそうなんだけど。しゃあねえな。よし、これなんだ、飛竜の頭立てですね。飛竜の頭立てがあった。あれ、そういえば鏡どっかで出たよね。鏡じゃねえや、なんだっけ、ミラーみたいなのが、あれ、これだ。どこに向ければいいんでしょう
か普通だとするとこっちだと思うが、違うのかな。待ってね、よく部屋を確認して、こっちなんだ。宝箱あり、開けると敵が湧く。パッ、あーっと待て、ちょ、しまった、落ちちゃった、落ちてしもうたわい。開けて、まあ通れるふう使えばすぐ戻れるんだけどね、いらねえしゴーレムの弓いらねえし。これってこの石はやっぱ動くか。動くけどさすがにこれはでかすぎんもんね。でこの下のはまあまあまあ、なんかソリかなんか出せば本当はいけんのかもしんねえけどな。ちょっと待ってね、1個ソリ出して、ここでは取り出せない。ちょっとあれだったか。よし、さあソリを置いて。めっちゃ熱そうだけど大丈夫かな。あ、なんかある、ゲルドの槍だ。ゲルドの槍、ちょっと待ってね、写真撮ってなかったよね。ちょっと近すぎんのか。チューリー映ってんぞ。 OK、でももっと来たい気持ちもあるな。ゾーラの槍捨てて、ゲルドの闇ちょっと一回壊れるまで使えば、あのなんだっけ、地下でと壊れてないゲルドの闇も入手できると思うんで、さあ戻ります。まあ鉱石系あったらガンガン叩いて壊しちゃってもいいんだけど、これ待って、なんか、あ、ここにも鏡みたいなのあるな、2つもある。ちょっとゲルドの闇壊れるように、闇じゃねえ槍壊れるようにガンガン使ってきますね。チューリーごめん、それをやるつもりではなかった。こんなにでもあってどうすんだこれ。よいしょ、置いて、こっち関係ないよね。ここの部屋光当ててどうこうなるパーツがないと思うんだ。よいしょ、全部こっちにやってしもうて、さてさてさて、後ろの部屋にもちょっと光やってみっか。これで、そっか、これをやればギブド、あ、っていうか上にあった、ごめんギブドもこの光で多分弱らせることができる。ちょっと失礼さあドア開きました。そのまま光らせておきますか。んでこれもちょっと待ってね、上に向けて、あー、そっち向いちゃうのか。ちょうどいい向きにできねえもんな。まあいいか、上に参ります。お、なんだ、あー、ここがやっと入り口か入り口までが遠いぞ。やっとワープポイントになるね、ここで。結構高低差ありますな。リンク、町の壁画がいざなおうとしてたのはこの神殿に違いあるまい。であればここのどこかにきっとあの声の主が。さあ触っていきますよ。ちょっと待ってね、さあワープポイントになりました。お、浮いたな、落ちる、ドーン。電気が通ってないんだね。なんだこの床、今少し動いたが、元に戻ってしまった。子孫よ、我が子孫よ、そのからくりはこの神殿の頂上へとつながっている。汝の力を使い
4つの蓄電池に雷の力を込めればカラクリは目覚めるだろう。さあそういうことです。4つね、了解です。7回まである。回数ありすぎじゃない？今回ははっきり聞こえた。呼ばれている。4つの蓄電池に雷の力を込めろと言っていたな。先ほどで、先ほど外で戦った魔物はこの神殿の上へと逃げ去った。そして声はカラクリが神殿の上へとつながっていると言っていた。ならば導きに従えばきっと奴を追い詰められる。それに声の主の真意もわかるだろう。リンク、わらわを頂上まで連れて行ってほしい。まずはあの声に従い4つの蓄電池とやらを探そう。了解です。こっちの奥もあるね。まあマップ見て、ちょっと待ってね、これ多分空飛べるような、空飛べるって言ったらあれだけど、何風が強くなったんだよね。でマップ確認です。これ1階ね。あれ1階にある。あ、だから扉閉まってる先にあんのか、もう見えるのか、ここの蓄電池は。これうまいこと弓でできんじゃね。弓飛んないかな。ちょっと待ってね、さすがに飛んねえか。飛んないねこれはだから向こう側にどうにかしていくんだが、下から行くんかな。この感じだと通れルーフでこっから行けそうだよね。地下ってどうやって行ったっけ。これ入り口か。めんどくせえ。上から降りれたりすんのかな。上ちょっと見ていい。いや上から行ける感じしないよね。地下からよねこれ。あでもトーレルーフで行ったとしてルージュが来れねえのか。あ横穴開いてんなあれ。あ繋がってんのかここ。ここだ。ここ。ここつながってるわ。ルージュこれっかな。よいしょ。あ、ルージュこれっかな。つうか、普通に。あ、ちょっと近い。これゴーレムに持たしてあげて、このでかい岩。こっちから行けましたね。なんだ、簡単じゃん。1個目です。ルージュ、おいで。ルージュは、来た。近くに来てもらって、いちいち矢を消耗するのが嫌だな。これでついたでしょ。一つ目。蓄電池。わらわの雷、うまく込められたようだな。そうだね。よし、残るは三つだ。やりましょうか。これだからトーレルーフ使っていっちゃえばこの上行ったり行けるのかもしれないけど、まあ2階に行くか。2階にもあるから。なんで7階もあるんだろうね。すげえ不安なんだけど、7階もあると。めんどくさいから飛んでいきたいが。そちらの探索は任せたぞリンク。探索は任せた。何かいた今。光を与えないといけないんだけど、ここ2階だよね今。3階に来ちゃってる。大丈夫。邪魔なのがいるな。怖っ。シールド構えておりますが、解いてくれ、シールド。よし、OK。危ねえ。えいっ、いけ。重心に落としてた。装備した、ちゃんと。いけ。待って、強っ。これって、もしかして、五雷の兜かぶれば、雷攻撃効かないのかな。一回試していい？体力やばいけど。ちょっとご飯食べて確認。撃ってこい。効くんかい。そっか、雷は効かないけど、そういうことね。矢自体のダメージは入るから痛いという感じですね。待って、使ったのこれだよな。よし、てめえやってくれたな。違う、ごめん、ルージュ、嘘嘘嘘嘘、ルージュ嘘。これは多分これで、あ、開かない。どっから入るんだ？上か、これも。あ、上だ、上から来ないとダメなんだ。
ちなみにつながり的には6階ですね。6階からビューってくるか、風で。ビューってくるかってわけわかんないこと言ったね。あの6階まで行けるかな、リンク、あの風乗って。これ落ちたな。今回鏡使うんだよな多分。鏡と、あ、てか、そうか、鏡、私、ゾナウギア持ってるからいいか。いやー、ちょっと敵の攻撃力痛えなー。悩ましい。お料理もっと作ってくればよかったかな。あっちに光を与えたいんだ、多分。でも、光は、どっか。他で何かやらないとダメだから、まあ、ちょっとずつ上登って調査していきますか。動かせそうなものとかも調べつつ。これ3階になるのかな。あ、4階になっちゃった。あれ、もう4階。琥珀が出ました。光か。こんな光じゃダメだもんな多分。あっちは閉まってて、あっちなんか行けるな。まあ、壁登りで行ってもいいし、バネ使ってもいいしっていう感じかな。まあ、壁登りで行ってみますわ。ルージュ、ちょっと待ってて。なんかいるよ。よっ。ゲルドの闇が壊れた。闇って言っちゃうな。槍ね。よし。ゴゴゴゴゴって動いてますね。ゴゴゴゴゴって動いてるから、これはまあいけるんだが、場合によっては戻れ子使う必要があって、これじゃあ触れないもんね。強制戦闘になりそうだね。待ってね、マスターソードでもいいんだけど、いいか、マスターソードで。で、マスターソードは今回ギブトに使いたいから、ライネルエッジでいいか。光が、そっか、光が途切れちゃうんだこれ。多分ぐるぐるぐるって回ってくから、なんか止めておきたいけど、こいつ止まんねえよな動き。どうにかして止めたい。これは、これは掴めないか。止める術あんのかな。あ、あと、そっか、流れを変えないといけないから、これでこう合わせればいいんだ。開いた。そういうことね。しまってよ。これは開きました。で、一瞬だけ光が出ると。あっちの奥光った？光った。あっちは開く？開きましたね。え、この一瞬の光でどうにかしないといけないの？うまいこと配置させてあれか？まあ、とりあえずあっち開いたから行ってみますけど。こっから見える位置にある？もう一箇所ぐらいあったよね、光当てないといけないの。いや、この真下か？ちょっとごめんね。あれ？どこだったかな？とりあえずここ踏んで、扉が開いたり閉まったり、危ないですね。あ、待ってろって。多分大丈夫だ、これで。怖いからもう一個挟んどくよ。安全には安全をね。よし、これで OK。 あ、ここも光るね。踏めばこれで開くと。で、もう一箇所あるから、ここは通れるようになるな。これじゃ来れるんじゃ。これに関してはちょっとゴーレム邪魔だな。ていうか、ゴーレム挟まってくれんじゃね。あいつ来ねえかな、こっち。こっち来ねえのか。気づいていない？
そんなバカな話が。まだいる。しまった。めんどくさいぞ。こっち来い。来ないんかい。やめろ。外した。よし。もう一個ぐらい弓壊れちゃうかもしれませんね。待ってね。そのエネルギーの取って、ここもあれだな。これ壊せんのか。ここってちなみに待ってね。4階だもんね。行きたかったのは6階だもんね、ここは。降りるのは。で、多分ぶっ壊さねえといけねえから、ゾナウギアの爆弾をちょっとポーチから出して、えい。あら。ちょっと待ってね。えい。壊れないかな、もしかして。あ、違かった。あれ、どうやって開けんだ、これ下。これライトよね。ライトで、下行って、杭がある。杭を使って、これ動き止まる？杭で。ちょっと待ってね。あ、止まるか。あ、止まるわ。ちょっと待ってね。ここを、あ、ちょ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 。ずっとやって、止まった。結構シビアというか難しかったけど。で、じゃあ、風起こしをします。なんか出てくるかな、他に。出てこないか。つかませていただいて、これは。まあ、こうやって光らせちゃえばいいか。で、上開くでしょ。あ、でもぶっちゃけいいか、このままでも。あれ、上ってどうやって行くんだっけ。いいか、取れる、2日か。上にもあったよね、鏡。鏡というか。取らないとダメ。めんどくさいけど。よし。で、ここに置けばいいという感じでしょうな。よし。で、ちょっと待ってね。絶妙に私が置いた岩が邪魔なんだ。開きました。じゃあ行きましょうか。危ね、落ちる。さあ、2つ目です。まあ、順調といえば順調。遅いといえば遅い。なんかあるぞ。ギブとかいないといいけど。怖い。あれ？何もなかった。何にもないパターンもあるね。さあ、とりあえず、ルージュ来てくれ、こっち。ユンボーの分身が邪魔で。さあ、行きます。これで2つ目ですね。残りは2つだな。リンク、一気に行こう。一気に行きたいんですけど、そうさせてくれるのかと。電気ついたけど、電気ついたけど、ちょっと待ってね、ここ光なんだよね。で、もう一箇所光当てないといけなかったのって、あれ、なかったんだっけ？あったあった、ここだな。そこが光当てたいんだ。そこに当てたい場合って分岐できるかな。いや、めんどくせえな。ちょっとこれ攻略に関係ないかもしれないんで、場合によっては動画外だな。まあ光の向きなんかうまいこと変えてあげれば当たるかもしれないんだけど、あそこから真下になんか浮遊石がなんかつけてんで、ここも浮遊石つけてやれば、そこまでめんどくさいことさせるか。とりあえず上行きます。何階まで行けんだろう。5階ですね。5階に。で、ルージュは来れないはずだから、シュート。さあ、壊しました。というか、倒しました。何見てたんだ、あいつ。ここ見てたけど。
なんかある？隠し扉のようなものはないし、これ動くな。光か。あーはいはいはい、光の像ですね。でも今一個も光が出てないから、動かしたところでだな。とりあえずこれは解放してあげないと。よし、 OK で、わざわざ上向けてこれ光当てないとダメかな。一応動かせる。これ待って、さらに上行ける？もう一個上行けんのかな。ここまでだったよね、限界。さらに上には行けません。ちょっと考えようか。ここ何階だっけ。5階ですか。5階で、こっちに部屋があった。こんな細いとこに。入るよ。下555ってなんない？大丈夫？隠されておりますね。なんかいそうだから、マスターソードにしておいて。あ、いないか。えい。じゃあ、こいつを回収して、トーレルーフ使ったら6回いけそうなもんなんだけどね。ああ、わかった。これは、土台にしないとダメなんだ、これを。土台にして、ちょうど高さが合うはず。もしかしたらもう一個使わんといかんかもしれんね。外に出しとくか、これもう一個。この部屋何にもないよね、使うとこ。ちょっと上確認します。何もないですね。よし、これでここは光ってるけど、あ、ちゃんとこれに当てて、これ下行っちゃうね。下に当てちゃっていいのかな。当ててーのはあそこか。そっか。ちょっと待ってね。当たってない？ OK。で、ここ開きます。で、開くんですが、これはだからこの像を、今もう開いたもんね、下。下開いたから、じゃあもう OK と。お役御免にして、開いたのってあそこだよね。うん、大丈夫だ。忘れないようにしないと。これはこれで上になんかあったの。あった、上にありましたね。当たってますね。これが6階のあれか、もしかして。先にあっち行っちゃうか。あそこに上がんの面倒だけど。どうやって上がんのっていう話は。あ、トーレルーフで行けんのか、もしかして。行けるかも。待ってね。多分ここなんだよ。位置。ここの位置だから。ちょっと登ってみる。出た？出ましたね。よし、ちょうど。OK。で、踏んで。さあ、ギブドあたり出てきそうですね。というか、そっか、下が火ついてっから、止めたい？いや、止めなくてもいけんのか。まあ、ゆっくり降りますよ。焼き鳥になるぞ、チューリー。なんか吹っ飛んでったな、今。途中でなんかないよね。横道ね。なかったね。よし。あ、でもそっか。ルージュ来れねえのか？ただ、踏めば開くと。ルージュ、こっち来れる？来た。
どうやって来たんだ今、はっって言って来たけど、よし、まあ、もう一個もすぐでしょう。よし、これで残る蓄電池は一つだ。そうですね。じゃあここで戻って、空いた場所行きたいんだけど、どこだったかな。あっちだな。ここです、ここです。思ったよりギブとかいなかったんだけど、ほんと光ギミック多いな。光ギミック多いし、あのゴーレムめちゃくちゃいる勘弁してほしいわ。あーでもこれも来るな。ギブトも来ちゃった。来た来た来た。ルージュ頼むよ。えい、よし、オッケー。とりあえずオッケーで、輝きの実投げて、剣変えます。剣を変えて、シド王子頼むよ。なんか乗っちゃった。ゴーレム、そっか、ゴーレム乗って戦うかよっそっか、でも私もダメージ入るんだよっ。でギブド邪魔だな。ていよいしょよいしょ、倒した。修理ごめん、なんか使っちゃった。でシド、シドどこ行っちゃうの。あれ、シドは、シドが逃げるでこいつ倒して、上狙ってるよね。上をやりますか。あら、なんか落ちてきた。よし、オッケー。これ浮遊石か。もう一個いで、オッケー。一件落着でいいのか。さあ、あと光出てるから浮遊石を使って位置調整して、光を多分与えないといけないんだけど、ちょっと待ってね。くっつけた方が楽かな。くっつけます。どこに欲しいんだこの光。上か。えい。で上に上げて、あーでもそっか、あれ光通らねえのか。光通らねえのかはいいんだけど、そしたらこれ位置を変えればいいだけでは。ここにくっつければ多分。これ今浮遊石動いてる？そうだね、これで大丈夫ですね。上まで行きたいか。じゃあこっちの浮遊石も起動して、もうバッテリーたくさんあるから余裕でございます。トーレルーフで上がって、これをさらに上に上げてみましょうか。まだ足りねえなまだ足りねえけど、こっからならいけるだろう。ちょっと待ってね。この辺にして、トーレルーフで登って、よいしょ。でさらに登って、よいしょ。あ、そっか、気球っていう手があったのか。私は全然気球を使おうともしていなかったが、よし。さあ最後です。扉開きました。まあバッテリー使用してますけど気にせずに。ルージュ、あれルージュどこ行った。声がしたけど後ろに。最後行きます。さあボス戦行きますかね。あのハエみたいなやつだよね。蓄電池すべてに雷を込めたぞ。これで
中央のカラクリが目覚めるはず。行こう、リンク。オッケー。あのボスなんか苦手なんだよな。微妙に強かったんだよ。んで、防御アップとか食べとくか。回復ついでにね。カチコチの海鮮チャーハン。よし。さあ行きましょう。戻りますよ。何か弱点があればいいんだけどな、あのボス。簡単な、倒せる。さあ中央です。中央に行ってもルージュはいますね。調べる。いや、いよいよここのボス倒したら、あの全員倒し助けたことになるんで。リンク、カラクリが動くようだぞ。ゾーラから始まって、違う、リトから始まったのか。リト、ゾーラ、ゴロン、今回ゲルドで。で、ミネルの方も合流してますんで、まあ、いよいよガノンに向かう時が来るのかな。ん？何か光ってる。またギブド出てくる、これ。あれはなんだっけ、マンガ玉だもんね。どうしよう、めんどくせえなこれ。これ砂なの？砂ってことは、ちょっとごめん、防御力ちゃんと、そっか、私なんでダメージめっちゃ受けたんだろうと思ったら防御低いのつけてたんだね。で、足サンドブーツにしたいと思うんだけど、サンドブーツどれだっけ。これか。これだと砂の上でも早く歩けるんで。ん？どこを見たかったんだ？どこを見れば何が始まるんだこれ。ちょっと待ってね。お？あ、光が邪魔してる？光を邪魔してるねこれ。あ、わかったわかった、ごめん。ルージュ、これを、この位置大丈夫かな？行く。こいつの巣だったの？クイーンギブド。あ、だから周りの巣壊せば光ができるから。今度こそ決着をつけるか。了解。まあギブドの巣優先だな。ここなら奴に逃げ場はない。追い込むぞ。でも待ってね。ビーム、このビーム怖え。まずはダメージ与えないとダメかな。ちょっと待ってね。入んねえな、ダメージ。そっか、ルージュの。おお、ルージュナイス。これで、もしかしたらギブドへの対策が効くかもしれない。ちょっと待って、どこ行った。雷が当たらない。よし。で、多分ギブド出てくんじゃないかな。出てこないのかな。竜巻に注意しろ。迂闊に近づくな。了解。これってルージュのあれじゃないとダメなの？待ってね。電気の実じゃダメなのかな。あ、ダメージ入るわ、電気の実で。じゃあどんどん撃ってしまおう。めっちゃダメージ入る。そりゃ重心の弓だからな、こっちは。よし。よいしょ、OK。よっ、半分まで削ると、まあ、新しい段階に入るよね。さあ、ギブド出てきております。やりますか。ルージュ。これは輝きの実をバーンってやっていて、あ、しまった。これ輝きの実やっちゃったからもうあれか、光ってない今。よし。でこの状態だと使えるね。ちょっと待ってね。めんどくさいけどゾナウギア出して鏡どこだ？あった。これ、まあ、ここでぐらいしか
使う機会ねえからここぐらい出しちまうか。やばいねこれ、これやばい、これは痛いんじゃない。こっち来いこっち来い。高低差を利用したいなこの鏡。よしで、ちょっと待ってね、1個鏡をこっちに向けておいて、ルージュこっち来て、倒しちゃった方が早いのかな。いてーいてー、ちょっと防御力アップ食べますか。これは電気の実でよっ、痛い。ルージュいけるかい。よいしょよいしょ、 OK で大丈夫です。ルージュは大丈夫で、ここも OK。 さあビーム来てまーす。あ、ていうか HP めっちゃやばかった。マックス系食べちゃおうか。あ、でもこれ33か。マックスはこれだね。食べます。ほぼ全開。ギブドがこのトラップに引っかかって、虫も引っかかったけど、いで、ちょっとシド王子が見当たらねえんだけど待って、シド王子が見当たらないから水飲みを自分に投げて、よいしょ、おら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 、いいよ、もう倒しまうか。よいしょ、あ、壊れそう、ちょっと待って、攻撃力も下がっておりました。どうすかな、マスターソードにするか。電気ビリビリ、痛い。これは仕留められないのか。電気の実を打つ。効いていない。これは光与えないとダメなのか。よいしょ、しまった、ミスったな。狙う、矢で終わらせる。えいでー大丈夫です、終わりやすい。マッシュ、こっちも回りません。グダグダで申し訳ありません。まあ元凶倒しまえばギブドの巣も関係ないよね、もう多分。崩壊していきますね巣が。さあハートの器も入手しましょう。すぐ壊れた全部。あ、壊れたね。素材回収してえな。だいぶ散らばってたと思うんだけど。さあハートの器ゲットでございます。あれ、そんなに落ちてない素材。私こっち側で戦ってたもんね。あ、ねえな、消えちゃいましたね。素材とともに消し飛んだな。これ落ちてんの何、これ、木の矢。さあルージュ、バイカの秘跡ですよ。子孫よ、我が血を継ぐ者ルージュよ。その声は我らにずっと話しかけてきていた。我は汝の遥か遠い祖先、初代ハイラル王に仕えたゲルド族の戦士にして雷を司る賢者なり。力強き雷を放つ汝の戦いぶりは見事。さすがは我が子孫、ゲルドの誇りよ。
あれは砂人の元凶であり、魔王によって差し向けられた魔物。その目的は、先ほど触れた石、奇跡が汝の手に渡るのを防ぐことだった。魔王、奇跡。そう、その二つが汝に大きく関係してくるのだ。故に心して聞いてほしい。封印戦争と呼ばれる戦い、そして我が一族の宿命を。さあ、久々に見ていきますかね。それは今よりはるか遠き過去の出来事。この地にハイラル王国が樹立され間もなくのこと。罪なき人々を襲い、その国を滅ぼさんとする巨悪が現れた。それこそが魔王、我らゲルドの長であった男が力への猛襲の末魔物と化した姿だが、それに対抗すべく初代ハイラル国王ラウルと6人の戦士が立ち上がった。ラウルは魔王と戦うための術として奇跡を我らに渡した。それは持つ者の力を倍化させる秘宝。我もその一人、イカズチの賢者として奇跡を携え戦いに臨んだ。しかし奴は強大であった。我が雷撃にも動じぬ頑強さ、揺るがぬ覇気。ついに国王ラウルは魔王を倒すことはできないと悟り、己を犠牲にして封印することで戦いを終わらせる選択をしたのだ。それが封印戦争。そのしばらくの後、6人の賢者が1人、時の賢者が我が元を訪れ、ゲルド族の宿命を決定づけた。魔王の封印はいずれ解け、目覚めます。その時彼に、剣士リンクには対抗する力がなくてはなりません。どうか彼に力を貸してください。イカズチを司るゲルド族の力を。我らに成すべきことが定まった瞬間だった。魔王討伐は我らの大願。魔王を生んだ一族の責、その償いも込め応えよう。我がゲルド一族は魔王復活の時、再び雷槌の賢者として目覚め、剣士リンクと共に戦うことを誓おう。これが封印戦争の顛末と我が一族の宿命だ。汝らの活躍でゲルドの町は救われた。しかし魔王復活は近い。我が子孫ルージュ、どうかこの秘跡を継承し、我が時の賢者と交わした約束、剣士リンクと共に戦う誓いを果たしてほしい。リンクと共に戦うのがわらわの宿命だと。族長としての任、賢者としての宿命、そしてリンクとの共闘か。面白い。魔王とやらにこの世界を好きにはさせぬ。この秘跡わらわが受け継ごうぞ。さあ、イヤリングですかね、ゲルド族の場合は。
らわはイカズチの賢者。見よ、これが賢者の力だ。はあ、でも濃昏だよね。コントロールできるようになったのかな。リンク、手をこちらに。力をもらおうか、最後の力を。イカズチの賢者、ルージュの名において、そなたと共に戦うことを誓う。受け取れ、これがその証だ。さあ、これで5つの指は揃いましたね。薬指。これが左手じゃなくてよかったよね。左手の薬指だったらちょっとね、意味合いが変わってきそうなもんですからね。その指輪で、わらわの力はいつでもリンクと一緒だ。やっとそなたに恩を返せそうだな。では町に戻るとするか。そうだね。町はこれ復興するの、まだ地下のままやんのかね。結局町の機能は全部今地下でね動いてますんで、まあ変わんねえわな。すぐ治んないもんね。例のあの工務店さんたちが来て直してくれるかもしれないけど、まあ町に戻りましょう。そっか、砂嵐もこれでやっと晴れるか。これでやっとマップを邪魔するものもなくなったね。あのジャミングみたいになってたからね、マップも。あ、町が上に戻ったな。町の機能、リンクよ、共にゲルドを救ってくれたこと感謝する。砂人消失とともにギブドが、人里を襲うこともなくなったと報告を受けた。復興には時間がかかるだろうが、おかげでまた地上で暮らせそうだ。ゲルド族一同、礼を言わせてくれ。おう、町はこれで一安心だが、すまない。ゼルダ姫らしき人物の消息は未だつかめていないのだ。ビューラ、実はゼルダに関して気になる出来事があった。わらわが秘跡を手にした時見た光景、そこで先祖が時の賢者と呼んでいた者の姿がゼルダとウリ二つだったのだ。あれは他人の空にでは説明がつかない、一方今ハイラル中で人々に害をなすゼルダの姿は目撃されている。わらわの知るゼルダは先祖たちの時代、遥かな過去で見たゼルダに限りなく近い。仮にもし彼女が過去の時代にいるのだとしたら、現代にいるあのゼルダは何なのだ。正体を探らねばなるまい。リンク、砂人やギブドの脅威がなくなったとはいえ、わらわは町が落ち着くまで今しばらくここを離れられぬ。だがゼルダに関しては責任を持って探すゆえ、ここは我らに任せてくれ。そなたとは賢者の力で共にある、全力を尽くすと約束しよう。はい、雷の、いや雷でいいんだっけ、イカズチだっけ、の賢者ルージュとの盟約。リンク、お前はリトの村、ゴロン市、ゾーラの里も訪れたと言っていたな。その情報はきっと監視砦の者たちも欲しているだろう。一度立ち寄ってみてはどうだ。
リンクよ、また来るがよい。再会の時を楽しみにしておるぞ。オッケー。周りに誰もいなくなったぞ。ルージュ寂しくねえのか。パトリシアちゃんはどこ行った？砂ざらしの。さあ、4地方の異変調査、これで完了です。あ、おびっくりしょ。地下ってどうなってんだ、ちなみに。あ、まだいるはいるんだね、人。地下街ね。ちなみに、えのきだだけの、どうした、遅刻しちゃう？あ、学校みたいなね。えのきだの娘のウィッタもいるはずなんだけど、どこに行ったんだろうな、ウィッタ。今のじゃないよね。これウィッタだった？ちょっと待ってね。話す。お、お兄ちゃん、ボーイ、やっと話しかけてくれたね。最初はちょっと怖かったけど、本当はずっとお話ししてみたかったんだ。でも今からマキアはご用事があるから、また後でお話ししようね。ここで待ってればウィッタも来るんじゃね。やばい、遅れちゃう。ちょっと待ってね。ごめん、グダグダになっちゃうかもしれないけど、学校どっちだったっけ。学校っていうか、ここか。でも席4つしかねえからな。あれ、ウィッタいねえな。まあ、もうちょっと探索しないと分かんねえわな。さてさて、行くところはどこになるんでしょうかね。あ、監視取りでか。ちょっと監視取りで行くと、時間が多分またかかると思いますね。次回にしたいと思います。あ、って言っても、待って、一回飛んでみるわ。飛んでみるわはいいんだけど、誰か来るぞ、あれ。あれは、サゴノの服を身にまとってる人ですね。私、驚かしちゃおうかな。ちょっと待ってね。サゴノ。この頭をすると、サゴノのファンは驚くらしいから。あなたはイーガダンから救ってくれた王子様。ああ、こいつ、そうなのか。こんなところで再会できるなんて奇跡ね。よくこれで分かったな。ギャルドの町の人たちも知らない話なんだけど、何でも町のどこかに秘密のお店があって、アツさん強い服を売ってるんだって。驚きなのがその服、男性用なの。男子禁制のギャルドの町なのに不思議よね。私気になっちゃう。もう持ってるんだけどね。これ、着て話したらなんかあるかな。ゲルドの町の秘密のお店気になるわよね。男子禁制の町に男性用の服があるなんて。暑さに強い服らしいけど、買える人っているのかしら。おい。そうか、見たこともねえから、リンクがこの姿してもわかんねえのか。さあ、そしたらちょっと待ってね。一回私も動画外で立ち寄っちゃうかもしれないので、監視取りでだけ一回行ってみます。多分プルワーあたりに話しかけない限りは何も進まないとは思うんで、まあ、進んじゃったらごめんなさいだけどね。あとはあれだね、ラストに向けて動画外で祠とかもほぼほぼね、見つけてはいるけど全部は見つけてないので、まあできる限りは探しておきたいかな。コログはね、ちょっと難しいんだよ、全部探すのは。さすがにね、もうちょっとね、防具っていうか盾と剣と枠増やしたいんだけど、大丈夫そうだね。ちょっと近づいてみるよ。ここどこに行くんだ、これ。この家の中だよね。そうだ、やっぱりこの中入んないとプルワーと話すっていう感じか。 OK です。じゃあ大丈夫ですね。じゃあその辺は次回やっていきたいと思います。何見てんだ、何か見てます。ちょっと話してみる。リンク殿、お待ちしておりましたぞ。とにかく今はプルア様のところへお急ぎください。プルア様は、様は今も望遠鏡で姫様の姿を探しておられますので。これは偽物をまずとっ捕まえる感じか、次はね。はい、というわけで、じゃあ今回以上にしたいと思います。次回この続きからやってきますんで、よろしくお願いします。では皆様、ご視聴ありがとうございました。またね。